この狂ったように風が吹き荒れている山はケネシ峠と言います。ここは一年中暴風が吹き荒れていて、草木もほとんど生えてこないそうですよ。ケネシ峠は標高約 2000m に位置するので、一人の世界を楽しみたい方や世紀末の雰囲気が好きな方におすすめです。今回はケネシ峠で車中泊しながら、ついに風チャンネルオリジナルグッズの販売が決まったので、その紹介をしていきます。よかったら最後まで見ていってくださいね。すごいな。早速オリジナルグッズの紹介をしていきますね。今回はグッズ作成会社さんとコラボしていろんなアイテムを作ってもらいました。ラインナップなんですけど、マグカップやトートバッグ、アクリルキーホルダーやトレーナー、 T シャツなどたくさんあります。他にも動画では紹介しきれてないカラーやデザインもあるので、よかったら概要欄のリンクから見てみてくださいね。今回のオリジナルグッズは今日から11月17日までの限定販売になるので、記念に買ってもらえるととても嬉しいです。お届けは12月の下旬頃になります。早速夜ご飯の準備をします。冬の車中泊の楽しみの一つに、寒い車内で鍋を食べるってのがあります。もちろん今日は鍋を食べますよ。わお。鍋にハイボールを決めれば嫌なことなんて全部忘れて幸せになります。乾杯。はあ。いただきます。相変わらず外は風が吹き荒れています。まあ車内に引きこもってれば関係ないんですけどね。このまま就寝モードに入ります。今回はカリンシアという軍用の寝袋とあったか装備をたくさん持ってきたので、超イージーです。この標高なら星が綺麗に見えるかなって空を眺めてみたんですけど、霧しか見えなくて草。朝になっても相変わらず嵐のような気候でした。霧も濃くて景色どころじゃありませんね。とりあえず朝ごはんの準備をします。夜は鍋、朝はおでんの超贅沢献立です。寒い朝のおでんは体に染みますね。せっかくなので新しいマグカップでココアを飲みます。結局一度も風は止まず霧がかかっていました。霧で視界が悪いので慎重に運転します。ここから30分ほど走ったところに日本一標高の高い国道があるのでそこに向かいます。そこは渋峠って言うんですけど、10月でも氷点下になるので凍結に注意しながら走ります。渋峠も晴れていれば素晴らしい景色なんですけど、今日は曇ってしまっていますね。国道最高地点に着きました。記念に写真を撮っておきますね。実は去年の5月にもここに来たんですけど、その時は雪が降っていて大変だったんですよ。この後は長野県白馬村に行って青鬼集落を散策してきますね。渋峠を少し下ると綺麗な晴れ間が見えました。やっぱり山の天気は難しいですね。これから向かう青鬼集落は重要伝統的建造物群保存地区に指定されている歴史ある集落なんですよ。白馬村に着いたんですけど、あいにくの雨ですね。これじゃ集落散策はできないので、とりあえずスノーピークのお店に寄ることにしました。ここのスノーピークは去年も来たんですけど、高級すぎて我慢したんですよね。この間誕生日を迎えたので、今回は自分へのご褒美に何か買ってきます。冬の車中泊に備えて暖かい靴下を買ってきましたよ。これからの車中泊めっちゃ楽しみです。結局雨は止まなかったので、今日は旅館に泊まって明日集落散策に行くことにしました。夜ご飯は地元のたこ焼き屋さんで買ったたこ焼きとポテトです。明日は朝一で集落散策をするので、さっさと寝ますね。おやすみなさい。宿のおかみさんが素敵な人で、手作りのお土産をいただきました。おにぎり弁当も持たせてくれたので、めっちゃ助かりました。白馬村スキー館という宿だったんですけど、私が最後の宿泊客だったみたいで、来月には閉館するそうです。とてもいい旅館だったので悲しいです。これから青鬼集落に向かいます。青鬼集落までは車ですぐなんですけど、道が狭く大変です。青鬼集落はかやぶき屋根の家屋が並ぶ集落で、今も住民が生活を営んでいるそうです。これらの家屋は江戸時代後期あたりに作られたそうで、歴史ある集落なんだそうですよ。2000年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されたそうです。集落には棚田もあって、ここから見下ろす集落と山間に見える町並みはとても綺麗でしたよ。この棚田も日本の棚田百選に認定されてんだそうです。集落の奥にある階段を上ると神社があるようなので、上ってみることにしました。その神社は青鬼神社というそうですが、なんと1200年前に創設されたそうですよ。この懐かしい木の香りと雰囲気がとっても落ち着くんですよね。しばらく休んでから家に帰ろうと思います。よっこいしょ。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。なかなかスリリングな旅ができて楽しかったです。四国旅は12月の前半に決定しました。四国には行きたい集落がたくさんあるので、めっちゃ楽しみです。これからの雪の時期が風チャンネルシーズンなので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。